さあ、それではトーナメント表はこちらのようになりました。どうぞ。じゃじゃん。おお。おっと、悲鳴。悲鳴が上がりました。どうですか、お二人。ああ、A ブロック。A ブロック。まず、まあ、プロゲーマーがものすごく集まってるマッドキャッツチームと、はい、ウルフォー女子ブルーチーム、ウルフォー女子ブルーチーム A が1回戦で当たりますね。長く試合をお届けできるかというところは難しいところなんですが、そうですね、はい、1勝1敗になったケースでないとなかなか次の試合お見せできないかなと思うんですけれども、はい、まあ、途中からは全試合お見せいたしますのでご期待ください。はい、マッドキャッツチーム対ウルフォー女子部チーム A。 さあ、なぜこの組み合わせが1回戦で実現してしまったのかと言わんばかり、まあ、この A ブロックでは優勝候補に上がるであろうこのマッドキャッツ、そうですね、対するはウルフォー女子部チーム A ということで、こちらですね、メンツの方は、三橋選手、こちらはレイコ部長ですね、はい、女子部の。そして倉持優香、マリーボーというところで、ま、実力者、おっとここで映ってますね、倉持優香。男性プレイヤーには勝つぐらいの実力は持っているんですが、僕負けましたからね、綾野も負けました、はい、そうですよね。しかしここはですね、相手が悪すぎると、いや、これは悪いこれは悪い、はい、これは悪い。さあ、ウルフォーのリバートウルフォー打ったがきっちりガードして、時戸は昇竜となっております。さあ、中堅で座るのは、レイコ部長ですね。ウルフォー女子部の緑のカラーイメージ、三橋レイコ選手はこちらレイコ部長という。それにしてもやや相手は悪いか、大会モードの孫やんは一切手抜きはない、ないですね、一気に倒しに行く。セリングからイーエスきっちり、ここから次にもきっちり、そしてこの飛びもパーフェクト、分かりにくい、にくいべ、ね、はい、勝利ですね。最後に出てくるウルフォー女子部の大将を務めますのは、中立会のマリボーさんですね。そうですね、マリボーさんはかなりガチでやり込んで、はい、入る。さあ、上からクジン、投げはグラップ、この辺りはきっちり。さあ、中足ハローから勝ち込んだ。おお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 、 EX 百裂、百裂、ラウンドを先取したのはマリボー中立、引っ張りもかなり長かった。これはめくらせない、逆勝負きっちり。最後は中足のねじっ巻きはガードする、リュウソーからあーセリング使っている。中盤機構押し返した、マリボドーン、これはヒット確認ミス。しかし EX リュウソーも使っている。梅原の体力がドットになった。おおどうする、ねじ込むのはどちらか、波動打つ梅原、うえクータイク、クータイクで梅原を倒したのは一矢報いましたね。なんとウルフォー女子部チームへ、マリボーちゃんとジャンプ見てから登りました、ね、最後のクータイクよかった、我慢しましたね。いや、うまかったですね、うん、はい、ちょっとみんな泣いてる感じがありますけど、優勝したわけじゃないですか ね、 優勝してないのに、まあ、チームとしては負けてしまう。他のブロックどうでしょうか、はい、さあ他のブロックまだ続いてる試合はありますでしょうか、もし続いてるようであれば、カメラの方でですね追っていきたいと思ってます。泣いとる、え、泣いとる、倉本さん泣いとる、倉本さんが泣いてると。泣いとる。ラウンド2ファイト、2回戦のですね筐体の画面が来ておりませんが、筐体席に着きましたね、はいはい、筐体席にはついていると。先ほど筐体勝ちました人造さんがワンピー側に座っています、ね、そうですね、先ほどは大将で出ていた人造さん、そして、先方戦なんですが人造対梅原と1回戦での大将に座った2人が先方戦、はい、結構波動があるからざっくり的には抜けたくなるみたいなところありますよね。そうですね、非常に玉抜け性能が高いので、ダッドリーはこう結構ね、うまく対戦なんかでも勝ってたりするんですが、ちょっとこれは梅原撮影がですね、ちょっとギア高めで開幕から来てる感じですね。さあ、昇竜対空をせずにあえて着地の壊しからの攻めにしたように見えた。さあ、一気にこの初戦1ラウンド目を押しているのは梅原の撮影流。
さあ人造ダットリーはしかしここからどうするか、上は通さず相打ち弾を使って、さあそしてストレートも使うが、これは梅原が落ち着いていた昇竜セミメス、画面端が絡む、さあうまく読んでいた、しかしセービングでフォローするも中足ワードきっちりと締めた梅原、落ち着いた試合運びでしたね。そうですね、この時資料もあるんですけど、はい、プレア面書いてないんで、はい、そうですね、こちら M のび選手が中堅で進まりました。まあ、この今作ね、さっきのエボリューションでもそうですが、ローズというキャラクターがやはり、はい、高まってますよね。さあ前捨てから近中継からの中盤スパイラル、連戦の通常技がすごい使いどころがうまいですね、はい、さん。そうですね、そのローズ側はね、そこまでやることは多くないんですが、うまくドラッグ崩しとか崩しを、おっと、しかし一気にスタンまでいった。さあ、ファンセービングということで、まあ、濁そうかというところだったんですが、まあ、そこはセービング割る客パンチだったんです。さあ、上り残空からスタンさせてのこの画面端、さあきっちりしてる、コパンで落として、なんかネタっぽい感じありますね。そうですね、さあしかしこれは時の優勢のまま第2ラウンド。さあ、先ほどの逆転劇もう一度見せることができるか。サテライト発動、 M のみ、空間圧力はかなり高いですからね、サテライト。さあ、うまく一つ当てて、まだ残ってます。爪は当たらなかった。さあ、EX のスパイラルでですね、吹っ飛んでますが、ちゃんと裏に回ったのを確認してからダイパンを出していたように見えますね。さあ、対照戦になります。はい、さあ、これでですね、マッドキャッツの勝利は決まったと。なので、やはり攻めてよし、守ってよしというようなところはありますが、さあここはうまくスパンキーが選球体をガードして押し置きは痛い。さあウルコン、まだ残ってますね。ラチを来て中段決めに来たと、引き返してからの踏み込み中継も見えた。おっと、これは前を取っていた。さあもつれる、投げているのはスパンキー、セービング打っていく、投げはグラップしのいで、両者ゲージは2つ。おっと、ミスになったところ、うまくフォローしたのが孫、ね、ジャック、上から行く孫、投げてここはうまく、そしてコパンはガードになる、しかし下から腰上げる。さあ画面端の攻防、押し返せるか、上から振ったが、さあその後の壊し、体力リードは孫のヤン。おっと、うまくセービング、ヒット確認している。最後は雷神マハケン、お見事、マットキャッツ見事リレーかけてちゃんとヒット確認しましたね。避けられなかった。そうですね、まあ、誰で2勝を取るかっていう、その相手のキャラもある程度予想ができる状況だと思うので、どのキャラに誰を当てるか、誰に誰を当てるかっていうところはあるんですが、梅原さんは大あくびということでですね。あれれれ、はい、リラックスしてます、まあ、リラックスできていると。さあ、これを勝てばブロック決勝ということで、こちらですね、梅原対甲斐ということで、対するは BP10 万ぶっちぎりの梅原殺意。もっと、ここは佐野抜け、しかしさあ中足が届く距離、梅原がリード。昇竜、昇竜から画面端、投げを一つ入れて、竜装からの投げ、ここはグラップするが、中足竜装ガードになった。打ち切っていったが、ここですさ、まあこうね、通常のガードしているだけでもスタンチは回復しないので、まあ、その辺うまく戦っている印象があります。セービング、しかし波動で押し潰した。さあコンボは止まったが、体力差ついている。後ろから竜巻は届かない。これはタイのチャンスになる。育成出風客から桜落としを入れて、おお、めくり出風客、弱でめくるか。さあ陣営用の置き攻め持っている。さあ体力リードは下位になった。さあこれはこのラウンドを取れればあるいはというところ。ここは一気に止めて投げて、画面端上から行く。さあくぐっている、前に行く、最後は中足体育、梅原が混戦を制す。そこをですね、梅原撮影は無理に体育せずに、まあ、くぐったり、まあ、地上に中足を置いたりと、そういうところで冷静でしたね。
豆橋の野球春風、はい、裏回ったのはあれは天のチームって感じですね。ランキングはペース封じようとした。ここからのセットプレー裏に出ている。これはヘルメットスキルの渡辺さん勝利。今回豪輝はかなり苦しくなったと。おっとここでスパイクボールを打っていった。さあ消えない。灼熱を打っても残酷を打ってもあの球は消えない。しかしここで距離が裏回った。チャンスになる。中大からのスマッシュゲーターをバッタリングがずれた。おおバックジャンプのファイナルアロー。さあ青木の方はもう一丁ウルコを使っていく。さあ、あれ当たるか。足を落とす。しかし、足は落として、足は逃げている。さすがだ。さすがだ。被弾は2つ。さあ、必要経費としては抑えられたか。ああ、うまい。ああ、ガードしている。きっちりとコンボを決めて。素晴らしい。さあ、決勝大会の、はい、かなと思いましたが、必死にしゃがみガードとあのアシュラの使いチームだったが、マットキャッツにこの孫ヤンに対して一矢報いることができるか。さあ踏みまくるファルコン地獄。そして電球弾を打たせた。そこだけガード。この辺りはさすが。あっと踊っているリーフス。よっしゃ、ウルコンの前にスタント。かなり大胆な策を見せてきたので、孫としては胸中やいかにというところですが、画面端の攻め、こまめに刻んでいく。ゴリゴリ押してきますね。そして上はきっちり落として画面端を維持する。しかし救世主救世主から押し込んで、おっさあバックスの裏に落ちている。ここミスはなく投げも通して、これはさあこのままいけるか。ジェッパー上はおーい、これはあるぞ。さあうまくバルコンガードした。さあうわシンフォニーが決まってしまった。ベースオペラシンフォニーでなるほど吹いたジェッパールーファス。お見事。お見事ですね。出場決定したのは、はい、一番乗りはチームマートキャッツでしたね、はい、ではお二人お願いします。はい、はい、では皆様こちらの前の方にお越しください。一度お前の方へお願いします。はい、はい、勝利のねマートキャッツのチームの皆様には勝利のコメントをいただきましょう。そうですね、はい、では見事勝利しましたマットキャッツの方からコメントいただきたいと思います。いかがですか。あ、嬉しいです。本当ですか。嬉しそうまあでもこれで決勝大会に出場されますのでおめでとうございます。そしてそうですね、決勝に向けてまた精進していきます。おお、精進するとまだ強くなるということですね。そしてとりあえず今日は早稲田式の先方中堅大将の読みは全部負けたんで、当然ではその読み合い勝ちたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではすみません、梅原さんにちょっと聞きたいんですけど、はい、初戦の初戦感想をちょっと聞きたいんですけど、初戦の初戦の第1回ですか。はい、チュンリー戦、チュンリー戦、いや力が及ばなかったです。それでは素晴らしいバトルを届けてくれました2チームに皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。